はいどうもバシーデです。ってことで今日はですねいつも通りビートメイクをやっていこうかなと思ってます。ローファイヒップホップビートをね作ろうと思ってるんですけども、その前に今日はですね僕の部屋に新しく楽天で購入した棚が来ましたので、そのね、棚を購入した模様というかね、その場面を動画でお伝えしながらビートメイクをしていくっていうね、いつも通りの動画をやっていこうと思います。それでは行ってみましょう。チェックアウト。今日はね、部屋の中に新しいね棚が来るんで、今それのセッティングをするための準備をしています。だいぶ暑いね。外は30度ぐらいあるからね。今エアコン入れてんだけども全然効かないね。出たり入ったりしてるからめちゃくちゃ暑い。今日買った棚はね、このね、こちらレコード何枚かあるんだけど、もうだいぶ売っちゃったからね、そんな持ってないんだけど、まあこのレコードを収納するね、棚をゲットしました。Yes, I ね、この辺のね、今ちょっとここにこうやってこうクローゼットの中なんだけど、こういう感じでね、こう今整理したんだけどね、ここをね、ソファー置こうかなと。クローゼットの中にね。で、このね、あたりにね、棚をとりあえず置こうかなっていうふうに思います。まあ棚っていうかディスプレイラックっていうのかな、かっこいい言い方で言うと。はい。まあいい感じのやつね。まあでもネットで買ったから実際目で見て選んだわけじゃないので、ちょっとまあこの後昼ぐらいに来るんですけど、はい、ここにセッティングします。こんだけのものがね、今クローゼットの中から出てきたんですね。以前はねこれ使ったんだ。この棚じゃねえ、このデスク、大江デスクね。これこっから線出せたりしてね、ここに、あ、落っこっちゃった。ターンテーブルとか乗っけて調子よかったんだけどね。これを今ね、この収納のねスペースに入れて使ってました。でこれを出してここにソファーが来る予定です。はい、いい感じになるかな。ちょっと狭いかもしれないけどね、うん、はい、重さね約40キロの棚がやってまいりました。結構でかいね。はい、今からこいつを段ボールばらしてセッティングしていこうと思います。よし、姿を現しました。なかなかねいい感じっすよ。これペレン、こんな感じだね、うん、これ引き出しがあって、引き出しがあって、うん、備品もねついてるね。お、なんかご丁寧に。はじめまして、佐賀から来ました。陶馬家具っつうのかな、陶馬家具ですって。おー、オッケーオッケー。あとでちょっと読ませてもらいます。で、ここがね、ここだね、レコードが入るから。よいしょ、ね、レコードが入るとこが3つあると。で、この辺にもなんか収納できるよって。で、ここに多分ディスプレイっぽくできるはずなんだけど、ちょっとどうやってやるのかは分かんない。なんか穴開いてんな。 OK、 なるほどね。この備品をこううまく使ってこうねディスプレイにするようになるんだろうね。こことかこういう感じで、今適当につけてるけど、こういう感じでこれをつけるとね、出っ張りが出て、ここにレコードをね、かっこいいジャケットを、気に入ったやつを置けるという感じですね。はい、じゃあ今からちょっと組み立てやっていこうと思います。これね、これ取っ手の部分ね、ここにこうつけて OK。 これでね、こう取っ手ができましたよ。お、
よ。こういう感じね。こういう感じになって、でこういう感じだね。こういう感じでこう飾れますよという感じですね。いやー、3枚飾れるね。イエス、いい感じ。はいはいはい。とりあえずね、なんとなくなんですけどセッティングが終わりました。こんな感じになりました。はい、こうやってね、スピーカーを置いたり、まあこの上にはね当然こう物を置けて、まあこういう感じでね、見た感じはこうなって、でこのね一番の売りね、売りの部分、収納スペースにまあ CD だったり、ここにまあレコードがね入ってます。よいしょ、こんな感じでね。はい、まあ容量とかね、その辺は後で概要欄にでも載っけとこうかなって思ってますけど、この辺にはまあ DIY グッズっていうかね、まあドライバーとかハサミとかね、セロハンテープとかで、ここはまあ音楽グッズ、まあ右と左で分けてますね。右側を音楽グッズにしようかな。マイク、スピーカーで、これがピッチ調整のやつとかね。はい、で引き出しの中ね、こういう感じでね、はい、よく入ってますと、はい、ね、こういう感じでセッティングが終わりました。ちょっとね部屋の中狭くなっちゃったけど、まあ収納にね困ってたんで、スペースにこんな感じでいいかなと思います。はい、というわけでね、まあセッティング終わって、まあこんな感じでね、まあ赤いのこのスピーカーを表出したり、まあ普段あんまり使ってないんだけど、こういうボイスライフタッチとかエフェクターね、エフェクターとか、あとジンバルとかね、赤いの MP ね、K ミニプレイとかね、こうまあちょっと飾りっぽく置いてます。はい、でここにねソファーを置くって言ってたんだけど、すいません、ちょっと全く無理ですね。まだまだこう、まあいらないものとか、まだ整理しきれてないものがねあって、ここにはこれなんだ、7インチのねレコードとかもここたんまりあって、まだこういうのとかもね、まあでは収納スペースだからいいんだけど、この収納スペースを開けたいというね目的はちょっと叶わなかったですね。はい、なのでまあもうしばらくはこの状態でね、やっていこうと思います。はい、もっとね収納スペース整理して、ここにゆくゆくは、ソファーを置いてここでくつろぐっていうね目的があるんで、その目的に向かっていきたいと思います。イエス。最近僕ね、スプライスというね、このページのサイトに、登録しましてですね、これ月々の利用料金を払うといろんなねジャンルの音ネタが入っているサイトなんですけど、まあ、ヒップホップとかローファイヒップホップとか R&B、ソウルとかね、ジャズも入ってるし EDM とかハウスとかね、まあ、様々なジャンルの音ネタが入ってます。で僕みたいにね、ヒップホップをね作る、まあ、トラックメーカーにとっては本当にありがたい、サイトで、して、ね、例えばこれとかね、ね、こういったね、めっちゃ良くない？こういった感じのね、ネタがいっぱい入ってます。はい、なのでこれは非常にねトラックメーカーにとってはめっちゃお得なね、サイトかなっていうふうに思ってます。プラグインもあったりね、その他コミュニティがあったりっていろんなことやってるんですけど、まあ僕はサウンズっていうねこのネタをね主にゲットしようかなっていうふうな感じで今のところ使ってます。はい、まだね使い始めたばっかりなんで詳しいことよく分かってないんですけど、とりあえずねこれをゲットしました。
こんな感じのね、あのギターのリフ BPM はこれは90かな、で Dm のね、感じのコードで、ちょっと悲しげなギターのリフなんですけど、これを、ゲットして、でこれねゲットしたらね、あのドラッグ&ドロップで DAW に持っていくことができるんで、それも便利かなって感じですね。でダウンロードしたやつもこのサイトにね、あのこうやって記録されるんで、非常に使いやすいなっていうふうに思ってます。はい。でお金を払うとクレジッツっていうのがもらえて、そのクレジッツ、まあポイントみたいなもんだね、そのポイントの中でこうやり取りする。だいたいね、ほとんどのねネタが1クレジッツだね。例えばこれとかも、はい、これも1クレジッツ、まあ1円みたいな感じだよねっていう感じで最近やってます。はい。でね、今回はねそのままぶち込んだんだけど、さっきのスプライスから撮ったねネタなんですけど、これはまあ工夫次第ではね、例えばエブルトンプッシュとかマシンマーク3とかでサンプルをね切り刻んでチョップして、こうなんていうかな、あのパターンとして打ち込んだりすることもできますよね。で今回はまあそのままねぶち込んだんで、まあそのまんまなんですけどね、まあ音程を変えたりね、いろいろ工夫することはできるので、はい。でまあちなみにこれ商用利用 OK なので、そのまま使っても特に問題はないと思います。はい。でこんな感じのビート、はい。でね、全体的な、雰囲気出しにですね、ローファイグローを使ってます。ネイティブインストゥルメンツのコンタクトで使用できるローファイグローというね、ソフトを使って、ビニールアンプノイズっていうね、レコードのプツプツ音というかね、アナログ感を出して、雰囲気作りをしています。で、ベースラインはいつものようにスキャビーのプレベースを使って、ベースを弾きました。それではいってみましょう。これがベースライン、はい。というわけでございまして、今日はですねビートメイクをしている模様、この曲はですねサマーリゾートっていう曲です。はい。この後ね、まあ、何日後かすぐなのかちょっと予定はしてないんですけど、このねトラックをインストゥルメントを僕の YouTube 動画にアップする予定なので、ぜひチェックしてみてください。で、今日はですね棚ですね、棚を購入しましたっていうことで、この棚ね、まあ今現在ね、これ棚を購入してからもう1週間ぐらい経った後に撮影している動画なんですけど、使ってみて非常にいいなっていう風に思いました。はい。まあね、あのレコードもね230-240枚収納できるし、あとはねその他小物もねいっぱい置けて、僕のね部屋のクローゼットの中がすっきりしたなっていう風に思います。ちょっとね最初の目的のねクローゼットの中にあのソファーを置いてっていうね作戦はちょっとまだねいろいろ使ってないものとかがいっぱいありすぎてね、処分をしたりしないといけないなっていうのはあるんですけども、まあとりあえずね買ってよかったなっていうことで思っております。はい。相場家具っていうね、佐賀県の家具屋さんでね、侍家具っていうところがねなんか販売してんのかな、非常にねあの何度もね、配送の時も電話してくれて非常に親切なね感じでした。ただね部屋まで運んでくれなかったんでね、それはね部屋まで運んでよって思ったんだけど、2階まで運ぶのめっちゃ大変でした。
頼めばねやってくれんのかな、ちょっとわかんないだけど、部屋まではねちょっと無理ですって電話で言われちゃったんでね、玄関先までになっちゃいますけどいいですかって言われて、いやーって思ったんだけど、まあ部屋までねちょっと持ってきてください、今度でっかいもの買うときは、はい、あの追加料金1000円ぐらい払いますんでとか言ってまあそれはね、まああれなんだけど、というわけでね、今日はあの、まあ、棚買いました、よかったよっていうのと、まあ、ビートメイクをね、してるところをお届けしましたということでね、はい、今日はこんな感じでお別れしたいと思います。夏ね、まだまだ暑いんで、こまめな水分補給とね、あとはね、休憩をね、2時間働いたら10分休むとかね、あの外で特に働いている人とかね、労働する方は体に気をつけてやっていきましょう。はい、というわけでまたお会いしましょう。バシーデでした。バイバイ、ピース。